はい、さときの元気が出れる。本日はマーケティングプランを日本語でやりたいと思います。ポジションが収入を決める、これが題名です。でこれをやるときはですね、今 2回目3回目の人はこれを人に話すんだという気持ちで聞いてください。いつも、左の下から始めます。これディストリビューターっていうのが最初のポジションで、アメリカの場合、69ドル払うと、これビジネスが84の国で、日本だけじゃなくて、アメリカだけでもなくて、84の国でできるようになります。一つの、インカム、収入があって、これが 25% ですね。100ドル分売ると25ドル入ってきます。次のポジション、シニアコンサルタント。シニアコンサルタント。でこれはですね、同じピッチなんですけれども、収入が 35% にアップします。で、ホールセール 10%。 ホールセールというのは、新しい人が 25% で入ってきたときに 35-25 で 10% が自分がもらえると。つまりこの人が100を売ると、彼が25を受けて、あなたが 10% 収入をもらいます。次、サクセスビルダー、これが、1000ポイントを1ヶ月でやったとき、1ヶ月、そうするとその月 42% ディスカウントをもらえて、ホールセールが7から 17%。 でも一番重要なのはスーパーバイザー、スーパーバイザー。なぜかというと、1、2、3、ここで7つの収入が得られます。1つ目、 50% です。つまり誰かにウェルネスプロファイルをやって30分で200ドル分の購入があったとき、収入が100ドルになります。2つ目、ホールセールは8から 25%。 次、ロイヤルティ、これが重要ですね。権利収入、後で説明します。もう1つ、プロダクションボーナス、これも後で説明します。あとワールドワイドボーナスというのがあります。これは会社が、昨年2012年に 5.5 ビリオンやったんですけれども、この 1% である、55ミリオンを一家にボーナスで配りました。トップの人は 2.2 ミリオンもらっていました。それからバケーションに行けます。フリー。今年はバハマですね。で最後がプレスティンボーナスというのがあって、半分パーから 1%。アディショナルです。3と4を説明します。ロイヤルティっていうのは、ここにあなた、 You います。あなたがマイケルという人をリクルートしたとしますね。で彼は、これ事実ですけれども、 4万ドル分のビジネスを1ヶ月にしました。そうするとあなたは 5% 分、これ権利収入として入ってきます。2000ドルですね。でも重要なのは、マイケルはあなたのために働いているわけでは決してなく、なぜなら彼は自分のチームを作りたいからです。でクレイグという人をリクルートしました。クレイグさんは2万ポイントやりました。2万ポイントのうち、マイケルは 5% 1000ドル得て感動してます。でもあなたも 5% を得られるので、これがエキサイティングですね。でクレイグはマイケルのために働いているんじゃないです。やっぱり彼は自分のチームが欲しいので、クリストファーという人をリクルートしました。クリストファーは1ヶ月目1万ドルやったんです。そうするとクレイグが500ドル持って、マイケル500ドルもらって、あなたも500ドルもらいました。これ合わせると3500ドルです。誰をリクルートしましたかというと、マイケル1人をリクルートしたことによって、この人たちを知らないにもかかわらず3500ドル、3レベル払われます。プロダクションボーナス説明します。スーパーバイザーの後に、ゲット、グローバルエクスパンションチーム、ミリオネアチーム、プレスティン、プレジデンツティームってあります。でこれは、例えば2万ドル分のビジネスがスーパーバイザーの中で必要なんですけれども、これをやると 2% のボーナスをもらいます。3レベルだけじゃなくて、永遠にダウンラインもらいます。ミリオネアチームに行くと 4%。4。これは8万オーガニゼーションポイント、スーパーバイザーね、もらい、必要です。プレスティン20万ポイントあると 666% のボーナスが無限にもらえるわけです。例えばプレゼンチームになります。そうすると彼らがやった7万ポイントのうち、元々の 5% プラス 6% ボーナスで
11%、合計7万7700ドルが収入になるわけです。同じ仕事をして同じピッチをして同じ人々なのに、自分がプレゼンチーム、つまりポジションが変わったことによって収入が2倍以上になるわけです。だからポジションで収入を決めるというわけです。最初はですね、一番重要なのはこのスーパーバイザー 50% っていうのが重要なので、どのようにスーパーバイザーになるか説明します。1つ目、4000ボリュームポイントを1ヶ月でやります。そうするとスーパーバイザーになります。1回のパーチェスで買う人もいます。2つ目、2500ポイントを2ヶ月連続でやります。3つ目、自分が1000やって1000をやる人を3人見つけます。そうするとあなたがスーパーバイザーになります。あるいは自分が1000やって4やる人を見つけます。4000、そうすると2人ともスーパーバイザーになります。これバディラインと言います。これちなみに3人でやってもいいです。1人の人が4をやる限りバディラインが成立します。3人で6000ポイント、4人で7000ポイント、5人で8000ポイントをシェアすることができます。ちなみにカンパニーで一番歴史があるのは27人で3万ポイントをやった人がいます。ポイント、ボリュームポイントということで、これが3つの方法なんですけれども、あと2つ、話をシェアします。バンクストーリー。例えば銀行にですね、ハーバーライフ、4000ポイントを買うんだと言った時に 42% ディスカウントが得られるので、これ実際はタックス前2320ドル必要なんですね。これ全部売ると収入が6000、これプロフィット、利益が1680ドルになるわけです。このお金を、ただし、バンクに入れといた場合、利息がつきます。0.2%、高いものを使います。この時に収入が 4.64 ドルです。ということは、右の方が大きいわけですね。最悪の場合、一つも売れなかったとすると、自分が健康な食べ物を1年間食べ続けるということになります。ただ、一つでも売れれば100ドル程度の収入にはなります。これがバンクストーリー。次にヒロシストーリーっていうのがありますね。グレッグさんという人がいました。例えば9月、彼スーパーバイザーです。ヒロシがディストリビューターです。でヒロシさん1ヶ月目順調だったんですね。なんでグレッグがこう言いました。4000ポイントやればスーパーバイザーになってロイヤリティがもらえるので、フィニッシュしたらどうだと。ヒロシはノーノーノーと、私はちょっと待って様子を見ていますと言いました。10月に何が起きたかというと、グレッグ・ヒロシといて、ヒロシのお母さん、母は強いです。お母さんがですね、いきなり4000ポイントやりました。で、燃えて、食べ物のシェイクを飲んで元気になりました。スキンのプロダクトを使いました。で、いい結果が出て感動して、みんなに話したわけです。そしたら、17人の人が、なんと違うラインでみんなスーパーバイザーになりました。そうするとロイヤルティが8500ドルになったんですけど、権利収入。このお金はヒロシさんはもらったでしょうかという質問です。で、正解はノーです。なぜなら、彼はその前回にスーパーバイザーになるのを拒んだんですね。なので、このロイヤルティはグレッグに行きました。グレッグとそのアップライン。ということで、ヒロシさんは怒って結局彼はカンパニーをクイッとして、その間にでもお母さんはプレゼンチームになってしまいました。なんでヒロシさんは後でしょうがなくお母さんのダウンラインになりました。もしここに残っていればプレゼンチームになれたわけです。ということで、ポジションが非常に重要なので、スーパーバイザーになるこの3つの方法のうち、どれが自分に最も簡単かというのを教えてください。こちらのアドレス、サトウキーズマイヘルスコーチ Gmail か、この電話番号に送ってください。で、トータルウェルネスクラブというのがロングビーチにオープンしました。これ Yelp で検索すると住所が出てきます。で、最初回35種類のシェイクが1つ、無料で飲めますので、ぜひいらしてください。それではマーケティングプランでした。ありがとうございます。